フェミニスト経済学は経済学と経済の重要な研究であり、ジェンダーを意識した包括的な経済調査と政策分析に焦点を当てている。フェミニストの経済研究者には学者、活動家、政策理論家、実務家がいる。多くのフェミニスト経済研究者たちは、ケアワーク、パートナーによる DV 問題など、経済学分野で無視されてきたトピックや、 経済の有給部門と無給部門の際など、ジェンダー効果及び作用の統合を通じて改善できるであろう、経済理論に焦点を当てている。他のフェミニスト研究者たちは、ジェンダーエンパワーメント指数などの新しい形式のデータ収集と測定、及び潜在能力アプローチなどのジェンダーを意識した理論に取り組んでいる。フェミニスト経済学は、地域、国、 および国境を越えたコミュニティにおける子ども女性、男性の福祉を向上させるという目標に向かう。マリリン・ウォーリング、イフ・ウィメン・カウンテッドの著者1988年、マリリン・ウォーリングは、イフ・ウィメン・カウンテッド、英乳・フェミニスト・エコノミックスの中で、経済成長を測定する国際基準である国民経済計算システムの画期的かつ体系的な批評を展開し、 女性の無給労働と自然の価値が経済において生産的とみなされるものから除外されていることを批判した。マリリン・ウォーリングをテーマにしたアンソロジーが2014年に出版された。フェミニスト経済学は経済発展における育児や家事労働などの非市場活動の重要性に注意を喚起する。これはそれらの非生産的労働が非経済的現象として 説明されないままの新古典派経済学とは全く対照的である。このような労働力を経済感情に含めると、女性がこれらの仕事の大半を行うため、実質的なジェンダーバイアスが取り除かれる。こうした労働が経済モデルで考慮されていない場合、女性によって行われた多くの仕事は考慮されず、文字通り労働の努力が軽んじられることになる。コロンビアの家庭内労働者。 近所の友人や家族が世帯と育児の責任を分担することは伝統的な労働市場の外で行われる市場外活動の例。フェミニスト経済学はしばしば権力関係が経済内に存在すると主張し、以前は見過ごされてきた経済モデルで評価されなければならないとする。例えば、新古典主義のテキストでは、労働は 双方に利益をもたらす、語形的な交換とみなされる。雇用を主に従業員に対する権力を与える、傾向がある権力の不平等については言及されていない。これらの権力関係はしばしば男性が有利であり、職場で女性が直面する特定の困難について言及されたことはない。その結果、権力と拡張性を理解することで、男性主導の経済制度が実際に、 どのように機能するか、そしてなぜ女性が職場で不利になることが多いのかを分析することができる。フェミニスト経済学者は権力関係は社会固有の重要な特徴であるとして、これらの批判を社会の様々な側面について展開する。ありがとうございます。